一心様は私が目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうのです。まったく困ったものです。ではお主かそれがお主の心配顔か。ジジイはここにいろと絵馬がうるさい、故にこうしておるだけじゃ。これを。はあ、流線か。でかしたぞ、赤炉。ん？ん？ん？た、たまらぬ。この竜泉をわしが手に入れ、嗅ぎつけたバカ者どもが、の、バカ者ども。酒飲みながら、十文字槍を手放さぬ、人の酒を現実でかすめ取るバカ者、杯片手に作りかけの義手をいじっておるば、それから、でかい図体で、すぐに真っ赤になる見かけ倒しのフクロウもな。それは、お主の父もまたバカ者じゃったわ。行くか。ではな。一心様、天人がまた現れるか、エマは案じておりますね。エマよ。はい。源一郎がいずれ現れるじゃろう。不義理のもう一振り、それを使うためにな。アシナを守るためならば、己のすべてを投げ打たれるおつもりでしょう。
我が孫ながら見事な覚悟を。やが苦労の血を使わせるわけにはいかん。刃を震えるのもあと幾度か。その時まで手にはしまいじゃ。あのお刀には。仏頂面の者がどこかに不眠のあやつは実に面白い。
道はない深田じゃ。爺様が倒れてなったら、しかし、ちゃんと銭は出るのかのう。逃げるにしても、財布が軽くて、アシナの田舎忍びどもめ、罠とも知らずまんまと釣られおったば、なんともくどんなことよのう。わしが。
お前ほどの者が撃たれるとは、足並みは鬼が潜むようじゃのう。